こんにちは、ゆうぽんです。はい、今日はですね、アニメママ&ベビーシュミュレーターっていう変な題名のね、こちら、まあ、要するに妊娠から出産までのシュミュレーターになります。で、なんかね、ここの登場人物がめちゃくちゃ桜スクールシュミュレーターの葵ちゃんにすっごい似てたのね。だからね、今回はダウンロードしてみました。まあ、大体こういう海外系のアプリって微妙なもの多いんだよね。なんだけど、まあ今回は信じてやっていきたいと思います。もう早速ね、イラストの方に妊娠してる女の子がいるんですけど、全然こういう子じゃない。めちゃくちゃ葵ちゃんに似てる。で、早速プレイしていきたいと思います。来ました、青空から始まりました。あ、街の色は結構可愛いか。あ、ほら見て、そっくりじゃない、葵ちゃんに。 I'm happy because today I received my flowers. I'm happy. で、これが旦那かということで始まりましたね。いや、てことで、今回妊娠する方はこちらになりますね。なんちゅう顔してんねん。なんでこんなびっくりしてんの。まあ、作りはね、結構いいかもしんない。ちょっといろんなところに行きたい気もするけど、なんだこの絵や。子供部屋になるところかな、もしかして。結構前もね、こういう妊婦系のゲームをプレイしたんだけど、なかなか面白かったね。なるほど。まあ、なんか家の感じは普通。あれ、子供部屋もあるんだけど。これ船とかあるってこと、男の子なのかな、生まれるの。なんかね、女の子って感じしないもんね。それともなんか女の子生まれてもいいように、こっちで部屋あるとか。もしかして双子で、ここが、旦那の部屋なのかな、きっと。いや、なんかいろいろあるね。暖炉。まあ、ここでできたんでしょうね。まあ、こっち矢印あるから多分外に出るのかな。どこ行くんだろう。お、なんか手が出てきた。お、なんか持った。これまだ妊婦じゃないの。わ、見てみんな。わ、待って、イケメンこれ。あ、なんか政治君っぽい人がいたね、今。なんか結構男が歩いてるじゃない、いろいろ。どれどれ。顔一緒。あそこの男と顔一緒。絶対あそこも一緒だろうな、顔。じゃあ、この植木鉢をどこに置くんだろう。私？なんか私が座ってるんだけど、あそこに。足を閉じなさい、足を。こんにちは。見てこれ、顔一緒なんだけど。怖っ。ってことで、ここに置くと。わ、お仕事やってるね。うわー、なんかすごい。結構細かいかも、作り。いいね。なんか思ってたよりもクオリティ高いかも。次なんだろう。わー、公園とかもあるんだね。次は？あ、なんか、家に入る感じか？でも街並みめちゃくちゃ綺麗だな。なんか思ってたよりも、かなり作りはしっかりしてる。犬どこ行ったん？犬がいないぞ、ここに。さあ、葵ちゃん、次の目的地。勝手に葵ちゃんになってるけどね。でも葵ちゃんっぽいから葵ちゃんでいいよね、もう。なんだろう。あ、わ、手洗う。広告。俺は松来源。源。職業は。うわ、束縛彼氏やってた、うち。年も聞くの？何歳？年齢聞くのは失礼って教わらなかった。教わってない。教えろ。27歳。あ、いい年齢。27歳いいね。君じゃなきゃ。私もダメ、君じゃなきゃ。お、顔洗ってますね。あ、洋服着替えたってことあれかな？次の日かな？どこ行くの次。Honey, I'm not feeling well. Honey, I'm not feeling well. ちょ、よくわかんないわ。ってことで、多分2日目になったのかもしれない。外に出んの？あ、待って、車に乗るんじゃないこれ。車。てか、旦那どこ行ったん？ちょ、みんな！旦那がいないぞ。捨てられたか、もしかして。妊娠したって言ったら。いるもんね。妊娠したらもう捨てるっていう男。いや、そんなクソ男だったのか。何ここ、何ここ。待って、これ引けるこれ。すぐ引こうとするのダメ、本当に。どこ行くんだろう。ん、ここか。このままいっちゃまずいもんね。ここへ出てって。車で病院。病院とかじゃあれじゃない、もう。調べに行くんじゃない。あれ、旦那か、どれなんだ。足を閉じろ、足。ねえ、やばいって。 I'm not feeling well. Please book my appointment. 検査かな、多分。本当に次行きましょう。お、検査するんじゃない。身長高いね、かなりね。お、
また服変わったぞ。え、待って、二人いんのか。もう家に戻ってきて急に。え、どうだったの結局、検査は。検査の結果は？やっぱりできてた？子供。俺なんか急に操作しづらくなったんだけど。なんか反転になってない急に操作が。なんで？急に操作反転になってるけど。なんか前に進むときは下にやんないといけないみたいな。難しい操作。何これ普通に進めないんだけど。そのまま行け。もうそのまま行け。よし。お次どこ行くんだ？おかしかったよ、今のなんか。普通さ、あのなんかカーソルっていうか、前にやるとさ、前に進むじゃん。前に進むと後ろに進むの。わかる？で、左に進むと右に進むの。おかしいでしょ？恐ろしい、本当に、こういうゲームは。もうレビュー評価もなかったしね。もう星すらついてなかったしね。でもこんなので遊ぶのうちぐらいなんじゃないか。また病院？でもさっきいまいちさ、何を検査したのかわかんなかったよね。どこ行くの？あ、でも次自分で行けるみたいだね。歩き方がおっさんなんだよね、さっきから。はい、来ました。ドクター。はい、ドクターに見てもらいましょう。どうだったの結局。妊娠してたの。見たんだよな、さっきもこれ。まあ、通わないといけないですからね、やっぱりね。またおかしくなったな、もう。おかしいでな、どういう目線やねん、これ。こっち行かないといけないのか。こっち。で、皆さん、これ操作するにはね、結構かなり頭使うから、皆さん頑張ってください。ん？乗るか。ってことで、なんかあれかな？スーパーとか行きそうな雰囲気だったくない？どこ行くんだろう、次。このまま家に帰るんか？お！家かい！え、これ旦那は？葵ちゃん、あなたの旦那さんはどこ行ったの？パパになる人、いる？いる？パパになる人。一人で寝るの？パパは？旦那は？パジャマになった。おい、旦那は？私、旦那を楽しみに。いないね、旦那が。家出か、もしかして、やっぱり。妊娠したって知って。ということで、おはようございますね。顔を洗っていますね。こう、ワンチャン妊娠せずに終わるんじゃね、このゲーム。大丈夫か？朝風呂終わりまして。これまた病院じゃねこれ。待って、また病院じゃねこのルート。あ、違うわ。病院じゃない。お散歩しましょうみたいな感じかな、次は。ということで、ここに来ました。なんだろう、やっぱりお散歩？まあ、妊婦さんお散歩大事だもんね。やっぱ、待って、充電がない。危ね。うわ、旦那か？あ、違うか。旦那がいない、どこにも。まあ、旦那がいるのが普通ってわけじゃないけどさ、なんかサムネ？動画のサムネにね、旦那がいたんだよ。だからさ、あれおかしいじゃんって話じゃん。これよくあるじゃない？あのゲームのさ、ダウンロードする前に画像とかあるじゃん。そこにね、旦那が映ったの。仲良く。でもいないじゃん、旦那。どこ行ったの一体。で、どこに来たの？あ、なんか車勝手に進んでるよ、これ。危ないね。ってことで、続いて来た場所。あ、どこだ、これ。犬がいるけど。犬？あ、何？あれか、預かってたってこと？あ、預かってたんだよ。なるほどね。預かりワンちゃんだ。預かりワンコを戻してきましたと。よし、ってことで、犬もゲットしたということで、あんた本当に妊娠してる？疑ってきてよ。旦那もいない。病院も別に検査結果を見せてくれるわけでもない。嘘ついてるんじゃないか、お前。妊娠しましたって言って。何持ってる？あ、犬のフードだ。あれ、もしかして犬を妊娠したの？来ました。でかいな。思ってた。でかいな、犬。いつ妊娠してくれるの？何すんだ？ Receive reports from hospital. なんか喋ってるけど、
また病院じゃないか、これ。意味のねえ病院？お、なんだ？なにこれ、ドック。なにこれ？え、こっちでいいかな、じゃあ。わかんない。なんて書いてあった？ん？ドック死んでる？これ。え、生きてるか。どこ行くんですか、次はもう。また病院ですか？いつ産むの？皆さん、これ妊娠してるかどうかわからないよ、ほんとに。ワンチャン嘘ついてるかもしれない。妊娠しましたって。また病院だわ、これ。来ました。いつでもいるやん、男の子。Congrats, you are pregnant. そろそろ産みたいんですけど。家に帰ってきた。なんだこれ、ほんとに。なんかループじゃない？お腹もふっくらしてきてないし。I am very happy because I'm pregnant. ハッピーだって、でも。なんだろう、こっちはハッピーじゃないけど。また病院じゃないか、これ。うわ。また病院じゃないもん、これ。病院行くだけのゲームだぞ、これ。大丈夫？たまには違うところ行かない？なんか一緒に。あ、違う！スーパーだ！マジ？初めてだね、ここは。じゃあ、スーパー。あ、じゃああれはね、同じ日々を過ごしてないね。よかった、安心した。なんか同じところしか行かないのかな、とか思ってる。文字がでかくなってきたね、急に。旦那がいない。何持ってんの？何持ってんの？何それ？何それ？なんかバイキンみたいな。雑菌ですみたいな。何これ？風船？誰にあげるの？そんなの。子供もいないのに。自分よ？旦那？やっと旦那登場？風船を買って帰りましたけど、ワンちゃんですかね？これはきっと。あ、旦那？ Honey, I am pregnant. ハニーだって。なんか旦那が思ったからと違う！なんで？親父？なんで？見た？今の旦那。お父さんぐらいじゃない？え、だってさ、サムネさ、あれだよ、太一くんみたいな人だったよ。聖二くん、太一くん、りょうくんみたいな。作詞名で言う。親父だったんだけど、なんで？え、どういうこと？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 え、なに？え、さっきの、でもさ、I am honey って言ってたよね。honey ってことは？え、じゃあ何、ここら辺にいるイケメンたちは何、ご縁がないってこと、私と。何その、え、何それ。え、普通に通行人の男の子がいいんだけど。なんで？え、てか、反対方向だね、今日。どこ行くの？止まって。え、待って、旦那の部屋？旦那の家？ここ。誰んち？え、誰これ？どこ？え、誰？どこ？何これ？マッサージ？何これ？なんかもったいけど。え、何すんの？何すんの？え、何？ストレス発散して帰ってきたの、急に。旦那の顔見たくないんじゃないか、本当は。なんでブルマ？待って、なんでブルマなの、急に。何？やっぱ旦那にさ、変なことされてんじゃないの？ブルマ着せられるってことは。ねえ、ちょっと怪しくなってきたよ、これ。旦那やばいやつかもしんない。やっぱおじさんだけあって。ブルマ着せるなんて。ブルマで料理をさせるなんて。やっぱこの旦那おかしいかも。ブルマ、どこ行くの次？また病院？あ、違う。ランニング？あ、ランニングをするからブルマか。ジャージでいいと思うけど。あなた本当に妊娠してる？水分取って。普通のダイエット動画だよ、もうこれ。はい、ということで寝て起き。やっぱ旦那いないわ。ファーっと。ジョルクちゃん？ってことは？病院か？生まれる？生まれる？ドクターとかでまた病院だね、これね。行く道は病院だね。え、さっきの親父めっちゃ気になる。何？あれ。誰？旦那なの？あれ。え、旦那で会ってほしくない。だってさ、だってアプリのさ、紹介画像、あのおじさんいなかったよ。ほんと、太一くんみたいな人だったよ。うわ、イケメンと結婚できたのね、とうちは喜んでたんだけど。まさかの登場人物、おじちゃん。ってことで、また病院ですけど、なんか、私こうやってさ、じっくり見てるけど、特に何も変化はないですけどね、お腹にも。この人にも。本当に妊娠してる？疑ってきたよ。なんでここに車マークがあんの？ここに。押したらどうなんの？これ今。車乗っちゃうってこと？あ、でもなんか場所変わったぞ。Doctor, don't worry, you use detox water and use or... え、どうですか？私の赤ちゃんは。終わり？何も！え、なんて言ってた？日本語にすると。大丈夫です。まだ行けます。みたいな。まだ生まれません。適度な運動してください。みたいな。
栄養をしっかり取りましょうみたいな。よくわかんないもん、やだ。何、次はどこに行くの？またあれじゃない、雑菌バルーン買うんじゃない、これまた。え、終わりやがったこのゲーム。え、何このゲーム。うわ、詐欺やすよこれ皆さん。いや、面白かったよ。でもなんだろう、なんかめちゃくちゃ詐欺なのに、めちゃくちゃ妊娠してないのに、めちゃくちゃなのに、なんか面白かった。なんですかこのゲームは。全然ママじゃないし、全然ベビーじゃないし、全然旦那いないし、なんだこのアプリ。だってさ、これ見てよこの画像。イケメンがね、頑張って頑張ってってこう手ちゃんとさ添えてさ、出産してるじゃん今。これ画像、おっさんだったし、相手出産してないし、そもそも赤ちゃんできてないし、で2枚目はさ、まあ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 、なんかブルマじゃなくて長ズボンだったって感じだけど、で3枚目ね、こんな食事シーン1回もなかった。